お疲れ様です。今日はですね、こちらブッシュ枯渇やっていきます。さあ今日はですね、強化されましたセルスブッシュを使っていこうと思うんですけど、まあ何が変わったかと言いますと、こやつ歩く速度が速くなりました。はい、まあ言ったらそれだけなんですが、それがまた強くなったのかどうかすらもちょっと怪しいんですが、ブッシュね、もう俺のお気に入りカードでもあるので、よいしょ、やっていきます。でなんとブラスターで今日やっていきます。なんかブラスターは普通に一発一発のダメージも下がり、まああとは初撃も遅くなり、スケルトンバレルとかタワーに届いちゃうのかな、ブラスターだけだと、まあ、みたいな加工があったんで、なんかほんと今後使われないくらいだと思ってたんですけど、地味にいますまだ。うん、なんか意外と残ってるイメージがあるなと言ったところですかね。はい、まあ、なんだかんだ結局ペッカが強かったり、また新カードこいつね、ゴブリンシュタインのモンスターの HP が高くて、まあ、これに対してのブラスターも悪くないよねっていうので意外と使われてる印象です。はい、いやもう強い、まだこれもブッシュ飛ばしてバレルも飛ばして、あーまあレイジーとかは様子見てか、いいね。やばし、ゴブリンブッシュだっけ、違うな、ステルスブッシュか、誤差すぎて、まあ、明らかに前までよりは速くなってるんですけど、これが強化なのかっていうところ、マジ際すぎてあれだね。おい、えこれさ、やべ、打つの遅っ打つの遅っ。今思えばゴブリンの呪いもあります。でゴブリンの呪いもなんと強化されてます。はい、まあ1秒間に与えるダメージが上がりました。まあ一応そうね、スケルトンや槍ゴブリンをこうゴブリンに変えるまで、まあ、溶かすまでの時間がね、今までよりも1秒短くなったっていう、結構デカめの、デカいのかな誤差っちゃマジ誤差ではあるんですけど、はい、調整がありました。強いな、気づけば負けそうな、怖っ、ワンチャン耐えれる。でウッドも持ってたな、まず何も刺さんねえ。いや、ここのブッシュ、ね、さあ今までより、まあ、走るのが速くなりましたよって、いやマジ誤差だな、逆に遅い方が強かったみたいな、どうなんだろう、わかんないよそこは。いやいい、呪いがちょっといい、プリンス、おい、熱いんじゃない、レーザーやばい、ワンチャンずれてない、え待って、サプライズドッキリやります、 GG。 あやばい、ちょっとだけなんかすり抜けてきてる、ミスった、えレイジのお願い落ちて、うわ、危ない。いや、そう、ゴブリンの呪いね。スケやコウモリは、まあ、全部ゴブリンに変えれますんで。てか、まあ、なんでもね。どうだろうな。なんか、絶妙な調整ではある。そのステルスブッシュも、ゴブリンの呪いも、超強いわけじゃない。別に今まで通りと変わんない。わざわざ使う必要があるのかもわからないが、一応強化はされたよと。うん、やだね、やな、雨ボンバー、ペッカちゃーん。まあ普通にゴブリンの呪いはペッカとかをね溶かすのにも優秀ですね。 1.3 倍ぐらいの 1.35 倍だっけな、はい、ダメージ与えるんで、こんなも打っちゃった、早めに、いいよ
普段よりペッカが溶けてます。ギリ。これビリビリあるんで、あんま近くには出せないね。使ってくんねんな。いや、ブラスター優秀。ペッカまだまだ強い事件あります。まあ、施設がないと、新カードね。ゴブリンシュタイン博士のモンスターが止まらないんですけど、まあそこはプリンスの火力やね、吹き矢とか周りでカバーしたいよ。ヤスケとかいればな、幸せなんすけどね。これむずいな。怪物がさ、ペッカの前に来るやん、ほぼ確でね。いや、いい。使わしてね。やめて、レーザー。ふっ、ふっ。ちょっと怖い。ぶつまちさ、体力さ、増えてるやん。なんで増えてんの？攻めます。いや、いい。この後のカウンターを考えたら、グロイが、だいぶグロい。うわ、待って、やばい、ブッシュ。ナイスすぎる。よし、やばい、怖すぎる。ペッカラムなんね、これで。勘弁して。進化ペッカマジでアホだから。トリトンもいたな。マジこれやばい、レーザー全部終わっちまう。後ろのあいつだけやれてんか。いい。いや、これブッシュがね、ちょっと癒しやしそう。いや、ブッシュのさ、 HP が高いから。いや、むずい、むずいよ。まあおとなしくペッカ毎回同サイドでもいいし、ブッシュだけで、ブッシュだけでいい。早めにね。いや、いい。ブッシュがやばい。活躍しすぎてる。めっちゃいい。ブッシュだけで削れる。ニコスだけでさ、俺の攻めが成り立つのがやばい。おい、さすがに。はい、ナイス。うわー、いいなー、このニコス以外すべてをね、守りに費やせんのが、さ、ブッシュのいいとこね。まあ、呪い呪いなんか打ってたけど、これが活躍してるのかどうかは怪しいな。うわ、今回熱いです。スケにしれっとしれっと使いたい。おー、ゴーストちょっと珍しいな。いやー、火力高。あー、気をつけろよ、グス。これはね、かわいそう。そのね、出しちゃったから俺が言うと。マザーネクロ無理だから。で、諦めた感出して。いやー、まずいな。やなめあるんだ、大体。やべ。
お、目覚めないのいいね。頑張れ。マザネク。マザネクマ。夢ありそうだったのにな。やばい、このゴーストボンバーマサネクヤナアメがいかつすぎる。ハマりすぎてるこのデッキに。やめろ。トリトンもいいねえか。わあ、まだもいい。ボンバーちょっと邪魔だな。やべ、勘弁して、見逃して。やばい、なんか追いつきそうだけどキングの HP なさすぎる。キングの HP なさすぎる。マジでワンチャル。ワンチャル。うおい、ちょ待って、ちょ待ってくれ。やば、呪いやん、ゴブリンの呪い。神カードすぎんというか、相手がさ今すけー、そうね、そのヤナメをね、やっぱギャングや吹き矢や他のところに使うとゴブリンバレルをね、その武士とゴブリンバレルどっちかをスケとかで抑えようっていうね、思考になっちゃうもんね。でもそこもう呪い龍二やば。いやもう呪い欲しいもんね。ラバラバにさスケ呪い龍二で全員のあれにしてやる、ゴブリンに。強い、それ勝ってほしい。打ってみるか。いけいけいけ、打たなくてもよかったか。対空がねえんだよ。おいしい、めっちゃいい。カウンターに、これ今までよりもパピーが早く解けるようにはなってるけど、マジ誤差だな。でもめっちゃゴブリンいるの。いやだから相手のデッキすごいな、守れないんだよ。やば、俺ブラスターの、ブラスターや、やべ、
なんかちょっとだけ怖いっていう。大丈夫ですか。え、待って、これサーカスおめでとう。何やってんだ、さっきから対戦相手は。呪いを持ってるっつってんだ。呪いを持ってるってことは、進化スキルをタワー前に出すと全部緑に染まるって言ってんのに、何やってんだ。まあもう癖みたいなとかあんのかな。まあ後ろからスケ流したりね、なんかバレルとか飛んできたらスケ出したり、なんかもう勝手に体がそうなっちゃうんだろうなっていうぐらい美味しい呪いね。うまいプレイヤーに寄り刺さったりすんのかな。ちょっと手札が暇ね。さあペッカトリトン、まあ、ペッカラムか。ラム来るだけで剥げそう。ギリ届かない位置。LSP ボンバー、あーそれさあマジ嫌なんだよ。まあでもこれで2コスト使ってくれたのは美味しいか。お、避けるね。いやーまあまあまあ、 LSP ボンバーだもんな。刺さるかな呪いが。 LSP を飛ばせたら強いな。まあ一応ボンバーもなんか飛ばせそうではあるよ。さあプリンタワーなので、まあそんな刺さるわけではないが、いやめっちゃいい。2分1やな、これ。うわめっちゃいい、守ってる。いやでもなんかちょっと負けそうなの意味わかんねえな。ライトニングか、うん、ちょっと怖いよね。うわ左サイドに来るの熱っ。結構詰んでない。おい、なんで。よし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 、単純にね、枯渇というデッキが優秀すぎる。まあ呪い刺さんなかったな。ライトニングレイジ LSP ボンバーか。無理やりやろうと思えばいけたけど。さあバルーン使いかな、よろしく。ブラスターでも全然違和感ないな。まあ対戦相手が今ペッカとかだからなのかもしれないけど、同じじゃね。全然ブラスターまだ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 余裕でいけるの。強いくらいだね。いやー嫌だな。まあまあまあ
やばい、ボンバーがいる。え、おお、やばすぎ。噛み合いが、噛み合いがすごすぎる。ま、おっつ、行ってこい。ブッシュブッシュブッシュ、走れ走れ。いや、まあちょっと足が速いからこそいいのか。いやどうしよう。いや、吹き矢ゴブリンちょっと強いな。新カードに対して射程勝ちできる。あれとか終わんない？大丈夫。ナイス。なんかこのペッカラム流行ってんのかな、わかんないけど。まあ前シーズン最強クラスに強かったペッカラムに新カード入れただけみたいなデッキではある。2連チャン同じデッキだからな、環境ちょっときてんだな。暇すぎるノーリーフ。マジで暇なんだな。やばいよねこれ。これ守れんのかな。ああでも呪いのおかげみたいな。うわいいね、よく耐えた。ブラスターと呪いのおかげ、やばいこれ。でもいい、生きた。はい、ナイス。ブッシュでね。だからライトニングレイジか、アイテムまたなんか。なんかペッカ多いの。まあペッカ多いんなら枯渇系甘えますよねっていう話ね。同じだな。まあ呪いが腐ってても、まあ今みたいなねペッカとかには腐っててもまあなんとかなるんで、腐ってなかったらもう最強です。ニコスなんて暇の時にペッカラムとかに打って頑張って溶かすぐらいがちょうどいいか。おお、うまいな。やめ、なんかさすがにトレーナーないか。 2.6 オーグ、さあ 2.6 オーグってことはスケとかね、アイスピとか、あれまあその辺に、あれまあ、いや何かが刺さりそう。レイジかこれ。何これ、何これ。スケルトン強すぎたってか、レイジでよかったわ。まあ呪いをさ使いたくてさ。わあ、ロケ砲からの進化モンスターのホグちょっと怖いね。イケイケでいこうかな。これね、進化モンスターホグちょっと強い。投げんだっつって。スキルの時間がやばこれ、勝てなさそう。いや進化スケを破壊するしかなさそう。いやでかい。うわ右の気づかなかったっすけ。でもちょっとだけありそう。やばっ。いやプリンス好きが、えっマジでありそう。
気も狙いはしたけど。一応ゴブリン増えた。やべ。めっちゃいい撃ってきた。おお、そのスタンやば。撃っときたっつったな今。待って、やばいこれ。神の呪い。やばすぎ。あるあるある。ここで冷静に守んね。そしたら、うん、うわ、やばっ。ライトニングありそう。うわぁ、うわぁ、マジゴブリンの呪い世界救いすぎやろこれ。えぐ、相手呪文スパクエイクか、まあ、クエイク回ってても回っててか。呪いやばいな。ブッシュなんも変わんねえけど、正直呪いだけだいぶ強いな。むしむし、何も変わんないな。調整されたんこいつっていうぐらい。いやー、まあまあ同じようなデッキ来たな。ほくっぺー、新カードが強すぎるんだよな。頑張れ。いやー全然いい。ボンバーウッドか、まあ、ゴブリンドリルっぽいの。プリンス延命しちゃって、今日は許さない。よし、いやめっちゃいい、めっちゃいいけどカウンターやば。早めにしばくの大事。やばい、待って、あ、どこ行った。キアンゴブリン、何してんだあいつ。いや、いいね。スケルトンを誘いたいな、どうにかして。で、そのスケをゴブリンにして勝つ。強要か、大砲が来る。まあさすがにウッドだろうな。え、本当にアホなの。あれ、なんでさっきやったんだよな。まあやっぱ許容できるもんなら許容したいもんね。相手が上手いからこその刺さりすぎるな。嬉しいぐらい、やっぱなんか受けれない。めっちゃ入りそうな。やっちまえ。なんかちょっと怪しいな。進化か、無視しちゃうか。やばい、どうしちゃった。俺こっから負ける。まあ、いや普通にレイジが強い。いや、いい、全然いいよ。バイトン、こうブッシュさ、お前もゴブリンになれよ。なってよ。
いやー、ま、なんかまず、なんでこんなまずいんだ。危ねえ、タワー入ってなくてよかった。頼む。これ熱い。うん。え、呪いめっちゃ強いやん。ブッシュはマジ変わんないっすよ。わかんないな。なんか前もこんなんだったかなぐらいな。全然変わんないです。ということで、高回転のね、ウッドのデッキとかにもね、はい、舞えます。こちらブッシュは高活。呪いがマジおもろかったな。皆さんもぜひね、やってみてください。チャンネル効果も押してください。押してもらえない。